USS インガソルは、アメリカ海軍の駆逐艦。スプルーアンス級駆逐艦の28番艦。艦名は、ロイヤル・イン・インガソル提督にちなむ。インガソルは1977年12月5日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港し、1979年3月10日に、浸水、1980年4月12日に、 ER フィッケンシャー賛成艦長の指揮下収益した。インガソルの最初の母港はカリフォルニア州サンディエゴであった。その後ロングビーチ、真珠湾と母港は変更された。インガソルは1985年にトマホーク巡航ミサイルシステムの装甲ボックスランチャーを装備されたアメリカ海軍艦艇の一隻であった。ボックスランチャーの中には4発のトマホークミサイルが 装填され、2機が全乾板のアスロック発射機左右の乾板に直接装備された。そのため、アスロック発射機は旋回範囲が制限されたため後日撤去された。また、システムは非常に重量が重んだため間の相打性に大きく影響した。後に開発された垂直発射システムは AB 領旧式のものとし、速やかに置き換えられることとなった。インガソルは、 スプルーアンス級駆逐艦の中では最新の艦の一石であったが早期に退役した艦でもあった。a ビールシステムを VLS システムに改造するコストは艦の早期退役の要因となった。インガソルは1998年7月24日に退役し同日除籍された。2003年7月29日に標的艦として沈められた。ありがとうございます。